オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365、最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365、フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は9月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365、フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは9月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。世界最高齢のフランス人女性の記録、フランス研究チームが疑惑を否定。9月16日月曜日、娘によるなりすましではないかとの疑惑が出ていた、正確に記録が残る人類史上最高齢の記録を持つフランス人女性ジャンヌ・ルイズ・カルマンさん、享年122歳に対し、フランス研究チームがカルマンさんは間違いなく史上最高齢であるとの見解を発表し、なりすまし疑惑を否定しました。パリを世界一の自転車都市に、バスティーユ広場からコンコルド広場まで自転車専用道を開通。9月19日木曜日、パリのリボリ通りで長い間続いていた自転車専用道の工事が終了し、9月18日にバスティーユ広場からコンコルド広場まで開通しました。ヨーロッパ文化遺産の日、ノートルダム寺院、焼失を免れた奇跡の絨毯初公開。9月20日金曜日、今年4月に発生した火災で大きなダメージを受けたノートルダム寺院ですが、焼失を免れた絨毯が21日から2日間にわたり、ヨーロッパ文化遺産の日に特別に公開されました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、パリを世界一の自転車都市に、バスティーユ広場からコンコルド広場まで自転車専用道を開通、です。9月19日木曜日、パリのリボリ通りで長い間続いていた自転車専用道の工事が終了し、9月18日にバスティーユ広場からコンコルド広場まで開通しました。2017年に開始されたこの工事は、車道と自転車道を完全に分け、さらに2車線で作られています。今回開通したバスティーユからコンコルドの間は、地下鉄では7駅あり、時間にして7分から8分かかりますが、自転車専用道を使った場合でも12分とさほど時間のロスはありません。また、全長4キロの自転車専用道にはセンサーが設置され、通行する自転車の数をカウントしています。朝の通勤時には数千の自転車が通行していて、開通からすでに7万5000台もの自転車がこの専用道を利用しています。パリ市は2020年に市内の交通の 15% 以上を自転車にすることを目標に、1億5000万ユーロ、約179億円を投じる自転車化計画を進めています。この計画によると、2015年開始当時に存在していたパリの自転車専用道の距離を2倍にし、
駐輪場を1万箇所追加することになっています。駐輪場は小さなものをなるべく多くの場所に追加することで、利便性を高めます。パリ市の自転車化は市内にとどまらず、最終的にはパリの東西と南北を結ぶ自転車高速道を目指しています。完成すれば、西のブーローニュの森から東のバンセンヌの森まで自転車で移動することができます。パリ市の計画では、この専用車線工事は年末まで続き、最終的にはコンコルドからシャンゼリゼ大通りを通って、凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場まで延長されます。今回はフランス在住のライター、マダム・カトーにご執筆いただきました。マダム・カトー、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。パリ、capitale mondiale du vélo。De Bastille à Concorde, la piste cyclable de la rue Rivoli, désormais totalement ouverte. Jeudi 19 septembre, les travaux de construction de la piste cyclable, qui se poursuivaient depuis longtemps sur la rue Rivoli à Paris, se sont enfin terminés. La construction, qui a débuté en 2017, partage complètement la chaussée et la piste cyclable à deux voies. Sur ce nouveau chemin entre Bastille et Concorde, il y a 7 stations de métro, ce qui prend normalement 7 à 8 minutes. Cependant, même si vous utilisez la piste cyclable, cela ne prend que 12 minutes, ce qui ne représente pas une grande perte de temps. De plus, un capteur est installé sur la piste cyclable de 4 km, comptant le nombre de vélos qui passent. Des milliers de vélos y passent le matin et 75 000 vélos l'ont déjà emprunté depuis son ouverture. La ville de Paris poursuit son plan vélo qui investira 150 millions d'euros, environ 17,9 milliards de yens, dans le but d'avoir plus de 15% du trafic de la ville effectué à vélo d'ici 2020. Selon ce plan, la distance de la piste cyclable à Paris, qui existait au début de 2015, sera doublé et 10 000 places de stationnement pour vélo seront ajoutées. Les parkings pour vélo seront plus petits mais plus nombreux et ainsi plus pratiques. Le réseau cyclable ne se limite pas à la ville mais vise à terme à être une véritable autoroute cyclable mise en place sur les axes nord-sud et est-ouest. Une fois terminé, il sera possible de passer du bois de Boulogne à l'ouest au bois de Vincennes à l'est. Selon le plan de Paris, la construction de cette voie se poursuivra jusqu'à la fin de l'année et s'étendra éventuellement de la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle, où se trouve l'Arc de Triomphe, tout en passant par les Champs-Élysées. セバスチャン先生、ありがとうございました。今回開通した自転車専用道ルートには、パリの観光名所が多数存在します。バスティーユ広場、マレ地区、パリ市庁舎、ルーブル美術館、チュイルリー公園、オランジェリー美術館、コンコルド広場、
自転車で巡る一味違ったパリ観光はいかがでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。